環境リスク研究センターの白石です。環境リスク研究へのいざないというタイトルで講演します。この講演ではさまざまな環境リスクの中から特に化学物質の環境について私たちがどのような研究をしているかをご紹介いたします。私たちは日常さまざまな化学物質を身の回りで使っています。私が子どもの頃には化学物質というものは薬品棚に管理されている特別なもので、このように多くの化学物質を身の回りで見かけるということはございませんでした。その後、シェア棚にあった化学物質は少しずつ社会で利用されていき、今では生活に必要なすべての製品に化学物質が利用されていると言っても過言ではないでしょう。長い人類の歴史の中でもこれほど多くの種類の化学物質を利用している時代はありません。利用した化学物質は使い方によっては環境に出ていきます。現在では環境中からさまざまな化学物質が検出されるという状況が続いています。化学物質というと悪いものというイメージがあるかもしれません。例えばレイチェル・カーソンの沈黙の春で野生生物の影響が取り上げられた有機塩素系農薬の DDT はマラリアやハチフスの有効を抑えるのにとても有効な物質であって、現在でも国際的な監視の下で地球規模で管理してマラリアの防除に使われています。化学物質を利用するにはどのような影響が懸念されるのか、どのような暴露があるのかということを評価して、悪い影響、つまりリスクを管理できるような使い方や使い道を考えて利用することが大切です。化学物質のリスクを評価するときに注意する点がいくつかあります。一つは環境中に残留しないのか、生物に濃縮されないのか、食べ物を通じて人を汚染しないのか、あるいは内分泌撹乱のような特別な作用を持っていないか、あるいは胎児やお子さんなど発達段階の違いによって特別な影響がないかなどです。この講演ではいくつかの化学物質を例に挙げて、これらの課題に対する私たちの研究を紹介します。私たちは化学物質の恩恵を受けて生活しています。これからも新しい化学物質が生まれてくるでしょう。化学物質のリスクを最小化するには化学物質の性質を理解することが何より重要です。今回は化学物質の環境リスクについてお話ししましたが、私たちはより安全で安心な社会を築けるよう環境リスクの研究をより広く行っていきたいと思っております。この講演を聞いていただき、環境リスクの研究の必要性がご理解いただけたとしたら幸いです。それでは初めに、環境リスク研究へのいざないと題しまして、白石博明が講演いたします。本日は化学物質について環境リスクを考えて管理し利用する必要性を述べたいということです。それではよろしくお願いします。こんにちは。環境リスク研究センターの白石です。ようこそいらっしゃいました。今そこにあるリスク、環境リスクの真実を語ろうというシンポジウムのトップバッターとして、環境リスクについて、特に化学物質の環境リスクについて私たちがどのような研究をしているのかということをご紹介して、皆様方を環境リスク研究へご招待したいと思います。リスクという言葉は望んでいないことが起こる可能性です。例えば最近の報道では新型インフルエンザに感染する感染リスクという言葉が使われていました。文字通り感染する可能性で大変分かりやすいリスクです。では環境リスクということはどういうことでしょうか。環境に悪い影響を与える可能性でしょうか、環境から悪い影響を受ける可能性でしょうか、両方でしょうか。環境という言葉は皆さん人それぞれで捉え方が違います。自分自身以外の周り全てを環境と考える方もおられるでしょうし、豊かな自然環境を環境と考える方もおられると思います。私は環境リスクを何らかの原因、暴露因子と書いてありますけれども、何らかの因子によって自然や社会、人の社会の状態が変わり、それによって人の健康、私たちの健康や生態系、あるいは人の営みに悪い影響を及ぼす可能性というふうに考えています。ちょっと抽象的で分かりにくいので具体的な例を挙げさせていただきたいと思いますけれども、化学物質の環境リスクというと、
化学物質が私の健康や生態系にどのくらい有害なのかということと、化学物質が環境を通じてどのくらい暴露されるのかということが課題になります。侵入生物の環境リスクというと、例えばブラックバスとかカミツキガメとかがいますけれども、侵入生物が人の健康あるいは生態系、農林水産業にどんな有害な作用があるのかということと、侵入生物がその環境にどのくらい定着するかということが課題となります。侵入生物入ってきても定着しなければリスクはありません。また温暖化の環境リスクと気象変動が社会の基盤や社会経済、生物の多様性とか人の健康にどのくらい有害かということと、今 CO2 が問題、二酸化炭素が問題になってますけども、温暖化効果ガスがどのくらい地球を温暖化して、その温暖化がどのような気候変動をもたらすかということが課題になります。本日はこの化学物質の環境リスクについてご紹介したいと思います。では化学物質の環境リスクって何ということなんですけども、国が定めた第一次環境基本計画にこの初めて環境リスクという言葉が出てまいります。1994年、今から15年前のことです。ここでは、私たち国立環境研究所のバイブルとも言えるものですので、そのまま書かせていただきました。これをそのまま読むと非常に分かりにくい表現になっておりますけれども、要は扱い方によっては人の健康や生態系に有害な影響を及ぼす可能性のある化学物質が環境保全上の支障を生じさせる恐れと、この赤い部分を読んでもらうといいと思いますけれども、こういったことを言っております。ここで課題とされているものは環境保全上の支障ということです。環境に望んでいないことが起こる可能性と読み替えてもいいと思います。これを環境リスクと政策上では定義されています。環境というと皆さんの家庭内の室内の環境とか職場の労働環境も環境のうちと考える方もおられるかもしれませんけども、ここでいう環境リスクの定義にはこれらの環境は含まれていません。ここで書かれている環境とは公共の大気とか水とか土壌とか生き物を指しています。化学物質のリスク評価とはどういうものでしょうか。ここはこのスライドは化学物質のリスク評価と管理の関係を模式的に示したものです。化学物質の評価の目的は影響の大きさとか起こりやすさを科学的に確かな根拠を持って予測して化学物質を利用することから生じるリスクを示すことです。逆に言うとどのようにして使えばリスクを回避できるのかということを示すことでもあります。化学物質を管理する部門の方、この方ですけども、この方は、このリスクの特性に応じて、さまざまな対策を考えます。で、それがもたらす社会の影響をさらに評価した上で最も最善の対策を取ります。この際問題とするリスクがどういうものなのかということを関係者で共有して、議論することが大切だ、リスクコミュニケーションが大切だと言われております。ここでも科学的な根拠が重要であるというふうにされています。化学物質のリスク評価の範囲ですが、今のところ人の健康、私たちの健康と生態系です。実際に評価するにはどのようにするかというと、どのような有害性があるのか、どのような量で影響が現れるのかということを定量的に調べる必要があります。またどのくらい暴露する可能性があるのかを実際に測定をしたりモデルを使って予測したり、さまざまなケースで検討します。実際に測定する例としては後の講演で橋本から紹介がございます。これらを総合してリスクを判定いたします。化学物質のリスク評価はまだ完成された方法ではありません。いろいろな曖昧さがあります。化学物質のリスク研究の目標の一つはこの曖昧さをできる限り小さくすることです。例えば化学物質の環境中での残留性とか蓄積性をどうやって評価するのか、内分泌攪乱作用をしばらく前に話題になりましたけど環境ホルモンのような作用をどう評価するのか、
あるいはお子さんたちの発達期に特に影響はないのか、発達期の影響をどう考慮するのかなどはこれまでも研究課題でしたし、これからの研究課題でもあります。さて、化学物質の環境リスク、これは政策上の化学物質の環境リスクですけども、環境保全上の支障となるものが問題になります。ですので化学物質の政策上の環境リスクでは全ての暴露経路は含みません。環境保全上の支障となる暴露経路や排出経路が問題とされることになります。私たちは日常さまざまな化学物質を身の回りで使っています。これは長い人類の歴史の中でも今の世代に特別な現象だと思います。本日はいくつかの化学物質の例を挙げて化学物質の環境リスクについて考えてみたいと思います。ここに本日取り上げる化学物質を挙げてみました。本日取り上げる化学物質にはすべて有用な使い道があります。例えば DDT です。 DDT 自体は1874年にドイツで合成された人工の物質です。この DDT に強い殺虫作用があって人や家畜には毒性が小さいということは1939年に発見されます。この性質を利用して蚊が媒介するマラリア、シラミが媒介するハッチンチウスの流行を抑えることに大きな貢献をしました。この発見者ミュラーさんですけども、この貢献でノーベル医学生理学賞を受賞しております。その後 DDT は農薬などとして大量に使用されるようになります。レイチェル・カーソンによる沈黙の春で鳥類などの野生生物への影響が指摘されます。日本では1972年に使用禁止、1974年に PCB と共に製造禁止になっております。テフロンに代表されるフッ素化合物は化学的に安定です。ここに示しました PFOS ですけども、これはテフロンではございませんけども、テフロンと類似の構造を持っております。フッ素 F と書いたものがたくさんここについていると思いますけども、こういったものです。この物質は防水スプレーというのを皆さん作ったことがあると思いますけども、防水スプレーの成分、あるいは消火剤、あるいはさまざまな加工の現場で使われております。臭素系化合物と書いてありますけども、臭素系防炎剤です。これは自分自身が熱分解に応じて生じたラジカル、臭素のラジカルが炎のラジカルと結合して連鎖反応を止めるという性質があります。これをもって、防炎剤として使用できるわけです。こういったものを難燃剤として電気製品やカーテン等に使われております。ここに有機鈴化合物というのが書いてあります。有機鈴は船の底にフジツボや藻類が付着するのを防止します。微量で長期間有効なので長い航海が可能になります。このフタル酸エステルですね。フタル酸エステルはプラスチックを柔らかくして使いやすくします。トルエンは物を非常によく溶かす性質がございます。一方で問題も指摘されています。有機塩素化合物、有機フッ素化合物、有機臭素化合物は地球規模で検出されて分解しなく、あるいは生物に蓄積し毒性があるということが分かっています。有機鈴は巻貝への生殖に影響があります。魚介類濃縮もいたします。ダル酸は身の回りでいろいろ検出されるいろいろな疾患との関連性が疑われております。本日3つの課題を取り上げてみたいと思います。化学物質の環境リスク研究で取り上げられている課題の中から残留性有機汚染物質 POPS のお話から環境ホルモンの話、それから小児の環境保険のお話でございます。まず課題1の POPS 残留性有機汚染物質の話です。この物質たちは生物に濃縮され毒性があって地球と人を汚染する化学物質であります。
有機塩素系の農薬 PCB ダイオキシン、先ほど述べた臭素系の難燃剤、有機フッ素化合物等がございます。アメリカではニレノキを枯らすオランダニレ病というものが1930年に侵入しました。それ以来生物学的な防除で対応してきましたけれども、 DDT ですね、先ほど述べた DDT がニレ病を媒介するニレノキムイシ、ニレノキキクイムシですね、防除に有効であるということが分かって、1959年頃をピークに DDT による防除の対策が変わりました。このスライドはレイチェル・カーソンの沈黙の春で、農薬の散布が鳥のさえずりの聞こえない沈黙の春をもたらすことの実例として取り上げられた科学的な根拠です。コマドリが毎年訪れていたニレノキに DDT が散布されます。 DDT を散布した当初は鳥に異変は起こりませんが、散布して次の年にコマドリの姿が見えなくなります。この原因はニレノキに散布した DDT が秋に落ち葉とともに土に落ち、落ち葉を食べたミミズに DDT が濃縮し、そのミミズを餌に食べたコマドリが死亡するというもので、1958年の研究です。このリスクはミミズへ DDT がどの程度濃縮するのかということと、DDT の鳥への急性毒性視点から評価することができますけれども、DDT の野生生物への影響はこのような生物濃縮、急性毒性だけにとどまらず、その後地球規模の問題であるということが次々に明らかにされてまいります。このスライドは沈黙の春の出版から9年後の研究の例です。これまで DDT が散布されなかった地域、アラスカですね、アラスカで食物連鎖の上位にいるハヤブサとかタカとかいった猛禽類の卵の中に DDT の代謝産物である DDE ですね、 DDE が高い濃度で検出されているということです。そして DDE の濃度に比例して卵の殻が薄くなっているということが報告されます。これは関係があるということを示したためで、 DDT や DDE が原因で薄くなったことを示しているわけではありませんけれども、ここで示したいのは DDT や DDE のように分解しないという性質、食物連鎖に次々に生物に濃縮されていくという性質のほかに、地球規模で南から北に移動する性質がある、急性毒性ではない慢性的な影響がある化学物質が存在するということが分かってきたということです。この例は1996年の最近の報告です。このような性質を持った化学物質は DDT のほかに PCB、ディウトリン、ここには書いてありませんけれども、たくさんあるということ、そして北の地域の猛禽類の卵の中の濃度は年を経ってもあまり変わらないということ、ここは1982年、こちらは1991年です、あまり変わらないということ、そして卵の殻の厚さは人類が DDT を使い始める以前の水準に今もって戻っていないということを示しております。1992年の地球サミットでは、化学物質の問題は地球環境の問題として取り上げられています。特にこのような4つの性質、残留性があり生態に蓄積し長距離を移動し有害性があるといった化学物質を POPs と呼んで国際的に管理しようという条約が2004年に発効しました。この時に PCB、ダイオキシン、フラン、DDT など全部で12の化合物が指定されております。ここに12の物質の顔が書いてありますけれども、ダーティーダズン、ちょうど1ダースなのでダーティーダズンというふうに呼ばれておることもあります。ちょうど先月になりますが、同じような性質を持つ化学物質として有機塩素系の農薬や複製生物5物質ですね、有機フッ素系の化学物質2種類、
臭素系の難燃剤2種類が POPS 条約に追加指定されました。有機塩素系の農薬や有機臭素系の難燃剤は DDD と同様の性質を持ちますけれども、有機フッ素化合物は PFOS とありますけれども、化学物質としてこれらと少し異なるので説明したいと思います。ここに書いた PFOS というものはスコッチガードですね。皆さん防水でスプレーで洋服にかけていたと思いますけれども、そういったものに使われていたものであります。虫歯予防に水道にフッ素を入れることがありますけれども、そのフッ素の効果を調べている研究者が、フッ素イオンではない有機フッ素化合物が人の血液に含まれているということを1968年に発見します。微量でもあってその構造や機能は分からないままでしたけれども、8年の歳月を経てその構造が PFOA ですね、であり、人工の汚染物質であるということを報告します。数年後、この有機フッ素化合物を生産していたメーカーの研究者によって、有機フッ素化合物の主な成分は自らが製造している PFOS であることが明らかにされます。メーカーはその後自主的にリスク評価に必要なデータを収集していきます。一方で微量分析法が開発されて、人以外に野生生物、環境中からよくこの物質が検出されているということが分かってきました。このメーカーは2000年に自主的に撤退を表明して、米国の EPA と協議を進めながら代替品の開発を進め、段階的に PFOS の生産を縮小し、現在製造を中止しております。このスライドは世界各国の男女の PFOS と PFOA の血中の血液中の濃度を示したものです。世界中の人から検出されているということが分かると思います。 PFOS 青い方ですね、 PFOS が主要な成分で、 PFOA も検出されています。国によって男性の PFOS の濃度が高い国と、日本のように女性が高い国があります。これは国による生活習慣の違いではないかというふうに考えられております。このスライドは韓国の研究例ですけれども、PFOS、PFOA のほかに似たような有機フッ素化合物の血中の濃度を測定したものです。横軸は年齢になっていて、年齢とともにその濃度が高くなっていて、蓄積していくような傾向が見えます。実は PFOS は DDT のように POPS としての性質は持たないというふうに考えられておりました。DDT は脂肪組織に濃縮するのですけれども、 PFOS は血液や肝臓、胆のうに蓄積します。揮発性が低く、大気中には移行しないので、地球規模の汚染はしないと考えられてきましたが、地球規模の汚染が進みました。これは分解して PFOS を生成する前駆物質、前の物質があるためであろうと、このような赤いで囲んでありますけれども、このような前駆物質があるためではないかというふうに思われております。このように PFOS の問題は、生物への濃縮というものは DDT のように脂肪組織の蓄積だけで評価しては片手落ちであるということ、それから揮発性がなくても前駆物質があれば地球規模の汚染が進む場合があるということを教えてくれました。 PFOA、 こちらのものですけれども、についても PFOS と同じような性質がありますので、今後の研究検討課題になっております。次の課題に移らせていきます。環境ホルモンのお話です。これは微量でも予期できない影響を与える化学物質です。先ほどの鳥の話に関連して、ここで私たちの研究である DDT の不純物の話と有機鈴化合物の話をしたいと思います。内分泌撹乱作用の影響のうち、核内受容体が関係した毒性について、ホルモンである鍵と鍵穴である受容体の関係を、これは模式的に示したものです。
ここは女性ホルモンを例示しております。本来必要な時期に体内で合成された女性ホルモンエストラジオル E2 と書いてありますけれども、細胞の核の中にある鍵穴エストロゲンレセプターエストロゲン受容体に結合します。ホルモンが結合した受容体は DNA のエストロゲン応答配列というところに結合して、遺伝子のスイッチを入れます。内分泌攪乱物質は合鍵です。よく合う鍵は必要のない遺伝子を働かせてしまいますし、性能の悪い合鍵は本来の作用を弱めたり、場合によっては鍵を壊して開かなくする場合もあります。このようなスイッチはたくさんあって、お互い密接に連絡を取りながら人の恒常性を保っています。これが攪乱すると遺伝子はどう動いていいか分からなくなって道に迷ってしまう、どういった影響が起こるか分からないという状況になっていってしまいます。鍵と鍵穴の関係は試験管内で再現することができます。私たちは酵母を使った試験法で化学物質のホルモン活性を網羅的に調べています。ここでは DDT の鳥の卵の影響に関連しまして、DDT と構造の似た物質の女性ホルモン活性の測定の例を示しました。何度か出てきますが、これが DDT の構造です。パライと言いますけれども、この位置に塩素がついているものです。これをパラパラ DDT と言います。構造の似たものに自己ホルというものがあります。これは現在製造禁止されていますが、数年前まで日本でも柑橘類で農薬として使われていましたし、現在中国でも殺虫剤として多量に使われております。実はこの2つとも女性ホルモン活性は認められませんでした。農薬として使われた DDT には構造が異なる異性体が混じっていました。パラの位置に塩素が オルトですね、こちらからこちらについた化合物です。オルトパラ DDT と言います。オルトパラ DDT には本来のホルモンであるエストラジオールのと比べ1万分の1と小さいのですけども、女性ホルモン活性があります。活性は弱いのですけども、この化合物は生物に何万倍も濃縮されますので、本来のホルモン作用のを攪乱するまで濃度が高まる可能性があります。鳥の卵の殻が薄くなるという原因を何かということを調べた結果、鳥の卵の時期にですね、過剰の女性ホルモンがあると同じ現象が起こるということが分かりました。この写真は合成の女性ホルモンであるデスを卵に注入して、その卵を孵化させて成長となった時に解剖したものです。こちらは正常な鳥の場合です。鳥の生殖器、人間は生殖器2つございますけれども、鳥の生殖器は左側が発達します。右側は退化してなくなります。女性ホルモンを投与すると右側は残り、左側の発達が抑えられます。産卵する卵の殻は薄くなり、殻のない卵というのも見られるようになります。パラパラ DDT ではこのようなことは認められませんでしたけれども、オルトパラ DDT では全く同じ現象が起こりました。卵が薄くなるメカニズムというのも分かりつつあります。野生生物で鳥の卵の殻が薄くなった一つの原因は、卵の時期に女性ホルモン作用の攪乱があったためと考えています。その原因は DDT というよりもオルトパラ異性体を含んだ DDT を使用した影響が大きかったかもしれません。同じような例ですけれども、船の塗料に含まれる有機鈴化合物が原因で、巻貝のメスにオスの生殖器ペニスが生えて産卵障害を起こすということを報告してきました。なぜ有機鈴が巻貝の生殖器に影響するのかというのは皆目分からなかったのですけれども、先ほどの酵母を用いた試験で受容体と鍵穴の関係を調べていく過程で、レチノイド
X 受容体 RXR といいますけれども、これに対して有機質が合鍵となるということが分かりました。本来のホルモン、ここに書いてありますけれども、本来のホルモンと構造が全く似ても似つかないので、初めは半信半疑でしたけれども、実際に RXR の鍵であるナインシスレチノイン酸、この化合物ですね、を巻貝に注射してみました。予想通り注射したものにペニスが生えてきたということです。このようにして巻貝のインポセックスには RXR という受容体が関係しているということが証明されたわけです。ここに性と関連している核内受容体を並べてみました。脊椎動物ではステロイドホルモンであるテストステロンとかエストラジオールがそれぞれ鍵穴と結合します。メダカではこれらの受容体が撹乱が起こると性の転換が起こりますが、これは次の講演で詳しく紹介いたします。巻貝の場合は RXR のものが性に関係します。ミジンコでは葉弱ホルモンが性に関係します。これも次の講演で詳しく紹介いたします。有機鈴が巻貝にインポセックスを起こすメカニズムにはいろいろな仮説がありました。特に有力とされたのがステロイドホルモンの撹乱で、さまざまなリスク評価書に取り上げられています。実は私たちも巻貝中のステロイドホルモンとインポセックスの関係を調べようとしたことがございますけれども、ステロイドホルモンは巻貝には性ホルモン作用はございません。一方 RXR はどうでしょう。節足動物から脊椎動物に至るまで受容体が保存されています。しかし機能は異なります。有機鈴は巻貝ではインポセックスを起こしますけれども、哺乳類では脂肪細胞の分化に影響します。節足動物ではまだどのような影響が出るか分かりません。数多くある核内受容体の機能や相互作用は大変複雑で十分に理解されておりません。ですからこの機能が撹乱されることによって起こる影響を予測することは現在でも大変難しい課題になっております。最後になります。小児の環境保健のお話に移りたいと思います。ここで取り上げる物質はどこでも検出される化学物質フタル酸エステルとトルエンです。フタル酸エステルはいろいろな種類があります。性質においてさまざまな用途で使われています。去年は日本全体で27万トン製造されています。日本で最も多いのはジエチルヘキシルフタレートというもので、プラスチックを柔らかくする可塑剤です。次に多いのが DINP とかディイソノニルフタレートであります。ディエチルフタレートというのはございますけれども、化粧品などにも使われているようであります。フタル酸エステル類の悪い影響というのは動物実験で男性ホルモン作用を抑える働きがあるということが分かっています。症状としては尿道破裂、低流精巣、精巣がん、精子形成の阻害であります。実はこれらの症状は人の精巣の発育が正常でないときに起こる症状に似ているというふうに言われています。フタル酸エステルと男性の健康に関してはいくつか最近報告が出るようになりました。動物実験と同じように抗アンドロゲン作用があるのではないか、甲状腺機能障害があるんじゃないか、男性の肥満、糖尿病と関係があるんじゃないか、不妊と関係があるんじゃないかといったものです。そこで私たちは東京大学と共同でフタル酸エステル類の暴露と胎児の影響の関係を調べてみることにしました。調べたい項目は胎児の男性ホルモンレベルの影響です。胎児の血液を取ってホルモン濃度を測ることはできません。そこで協力していただく方の負担が少なくて簡便な方法として、生まれた赤ちゃんの肛門と性器官の距離を使用に用いました。この肛門性器官距離というのは動物実験では胎児期の男性ホルモンレベルを反映していることが分かっております。赤ちゃんの肛門性器官距離の測定例は世界でもあまり例がありません。日本では初めての試みであろうと思います。胎児期の赤ちゃんがどの程度暴露しているのかというのは直接測ることができませんので、お母さんの暴露レベルから評価することにしました。フタル酸エステルはさまざまな用途に使われていて、どこにでもある物質です。
空気から食物から化粧品などがさまざまに暴露されます。フタル酸エステル類は体内に蓄積されることはありませんので、体内で分解されて尿に排泄される代謝産物の濃度を測ることにいたしました。その濃度と生まれてきた赤ちゃんの肛門性器官球の関係を見てみました。フタル酸エステルのこれは測定結果です。だいたい低い人と高い人で10倍程度、あるいは化粧品で使われると言われるものは20、50倍程度の差がございます。下のグラフは私たちの結果と外国の結果を比較したものです。台湾、青いものですけれども、総じて高い傾向にあり、日本のモノエチルフタレート、ここですね、ここの部分はオランダ、アメリカと比較して低いことが分かります。生活習慣の違いと思われますけれども、原因は分かりません。私たちの結果では化粧品の使用の有無と関係があることが分かっています。摂取量を換算するとこのような数字になります。これが赤ちゃんの肛門性器官距離の分布を示したものです。体格と関係があることが分かっていますので、体重で補正しております。単純な相関関係を調べてみました。尿中の黄色で示した部分と男の子の肛門性器官距離の間に優位の負の相関というものが見られました。つまり尿中の濃度が高いほど距離が短いということです。こちらの場合の関係を図にします。1点のちょっと外れた違いがあるので、これを除くとさらに相関は高まります。このことからお母さんの脳中のこの代謝産物と男の子の肛門性器官距離には有意な負荷相関があるということが分かります。さらに他に影響する因子はないかということで、お母さんの年齢とかさまざまなものを入れて解析しても、同じ結果が得られました。つまり胎児期でのフタル酸暴露により男児の肛門性器官距離が短縮しているという可能性は否定できないということです。これは米国の例です。米国でも同じような結果が得ています。今まで3つほど報告があります。私たちの研究とアメリカの研究、台湾の研究では関連なしというふうになっておりますけれども、これは例数が少ないためであろうというふうに考えています。私たちの結果とアメリカの結果から、フタル酸エステルの暴露によって男性ホルモンレベルが影響を受ける可能性があるということが分かりました。最後にトルエンと脳の成分化の関係です。トルエンは揮発性の有機化合物であり、室内空気汚染の一つです。環境中に広く検出されます。さまざまな事業所で使用されていて、事業所から合計で9万7千トン大気中に排出されています。日本で環境中への排出量が最も多い物質です。トルエンの健康影響には、成人男性で男性ホルモンの低下、シックハウス症候群や化学物質の過敏症の関連が考えられています。脳の成分化には男性ホルモンが大きく関係していることが分かっています。人の脳の成分化は妊娠12週から22週頃であるというふうに言われています。そこで胎児期の暴露と脳の性による違いの影響を調べてみることにしました。これは実際に実験に使ったラットの脳の成分化の概要です。胎児期の後期にテストステロンの濃度が上がることによって、オスの脳の形成が開始されます。オスの脳であるかどうかは成長後脳を解剖して性に特徴的な構造を調べることにしました。妊娠したラットにトルエンを暴露されさせ、胎児のテストステロン濃度を測定すると、胎児のオスでテストステロン濃度が下がっていることが分かりました。この下がる原因はコレステロールからテストステロンを合成する経路が阻害されているためということも分かりました。このラットを育てて成熟してから脳の構造を見てみました。オスでは大きいはずの構造が、暴露したものではメスに近づいているということが分かります。オスの脳がメス化している可能性がありますけれども、まだまだ動物実験の段階で分からないことが多くあり、さらに研究を進めている段階です。本日の紹介した化学物質の原剤です。
有機塩素化合物は禁止されていますけれども、分解しやすい農薬等が製造されているようになっています。有機塩素化合物では、有機リン系の難燃剤とか、このような変わった形をしているものがまだ使われております。有機水素化合物では、さまざまなものに代替が進んでおります。フタル酸エステルは、おしゃぶりとかおもちゃなどでの使用が制限されていますし、トルエンなどの分解性しやすい物質も、すべて化学物質はリスク評価して使っていこうという機運が生まれております。本日の課題への回答です。POPs に関しては地球規模の対応が必要で、国際的な調和とか予防的処置が必要です。原則禁止して管理した使用に限定することが必要でしょう。また分解して生じる物質や異生体複製生物にも注意が必要です。核内受容体を関与した毒性反響ホルモンですけども、受容体の機能を正しく理解する必要があります。また生物によって機能が違うことを忘れないようにしましょうということと、発達段階の影響では、発達段階において異なる影響があることは明らかです。有害性の発現メカニズムを解明を進めること、また主要な暴露経路となる用途を管理するなど、環境リスク、狭い意味でのですね、環境リスクを超えた取り組みが必要であろうというふうに思います。以上です。どうもご清聴ありがとうございました。